はい、どうもご視聴ありがとうございます。サム太郎でございます。今日はね、ついにビーラが手に入ったんで、2体同時に、というわけで状態上回復プラスワンパンマンを1人入れました。でね、カルナやっていこうと思います。そうなんだね、ワンパンラインに届いてるのがベルフィゴールしかいないんで、まあ、1手目はこういい感じに削ってくれればいいかなって感じですね。で、あとはシェイクスピアか、名前なんだっけ、使ったことないんだよね、この子は。ガチャでね、この間当たったんだけど、名前を忘れた。あ、シェイクスピアか。そう、シェイクスピアをね、連れてきたことによって、状態上回復が3人いるんで、一番怖い、混乱？これをね、完全に防ぎながら、楽々で攻略していこうという作戦です。ただ、これだよね、結局。混乱したキャラが、戦闘で来ちゃうと直せないんですよね。まあそれはしょうがないんですよね。ただね、そう、ビーラね、アンチウィンドウを持ってるんで引き寄せられない。それは結構でかいんじゃないかなっていう気がします。ただシェイクスピア友情派手だな。アップデートされたんだっけ？そうか、アップデートされたのか。ツインバーティカル、いいね。あー、ちょっとやりすぎたか。上だけ2回振れね。で、シェイクスピア、ここ多分詰まっちゃってるよね。こういう時は難しいよね。どう跳ねるか分かんないから。跳ねもしねえ。貫通をね、いつも2体積むんですよ。クラピカとジャイアンを積んでるんですけど、反射読んでやるのは本当に久しぶりですね。多分最初以来じゃないかな。OKOK。さあ、あとは、先に水晶壊すか。水晶壊した後だね。やっぱベルフィゴール強えな。私ベルフィゴール持ってないんですよね。結構昔からやってるんですけど、昔からこの子はね、一向に出てくるな。あ、ミスった。でも状態上回復やっぱいいね。安心して打てる。4分の3で直せますからね。この編成でいけば。シェイクスピアのストライクショットはね、事業化の倍率するように今一回打ちます。味方を集めるよ、確か。あんまりいいストライクショットではないよね、ここだと。要は、混乱が重複する可能性が高まるだけ。あ、重複はしないのかな、これは。するか。3P とか狙われたら即するか。使いどころ難しいね。あ、惜しい。友情カナンバナいけたな。次はね、安定のワンパンマンなんで、ワンパンで降りていこうと思います。うっそ、これがね、ハマるんだよね、時々。なんだろう、こう、綺麗にコンコンコンって当てれれば一番いいんですけど、それはいかんせん難しい。あ、いいね。ギリギリ。状態上回復はまあまあ 3P で直せばいいや。ここは処理しに行きましょう。OK。丁寧にやっていけばいけないことはないね。私のワンパンマンはバッハなんで、もともとね、聖騎士に2パンするのがパターン化してるんで、そんなやりづらくはない。本当はね、ベルフィゴーレ積みたいんですけどね。ベルフィゴーレ当たったらね、すぐに、ドーピングしてあげて、使いたいんだけども。あ、なかなか入んない。削れない。1P か。いや、入んないな。なかなか削りが渋い。まいった。で、状態異常来るけども、そう、状態異常が怖くない。これが嬉しいね。今度は縦に入ってガーッと削りたいんですけど、これビーラいけるんじゃないか？
OK。リーダーいいね、なかなか。ただゲージが早いんですよ、この子。この子ゲージが早いんで、ゲージアイテムは使わせてもらってます。まあ、仕事でね、結局1回しか潜れなかったんで。いいね、最初にワンパンマンが来るのが一番嬉しい。どっちから行くかな。上、回ってこれるかな、これ。OK、OK。もう一杯。ああ、まあいいか。まあ、十分十分。これは縦勘でいいかな。そう。妙な入れ番するんですよね、カルナは。まあ、フォルムがフォルムだからね。よくわかんないっすね、この当たりどころが。貫通ばっか使って楽してるからか。状態上回復優勝で。まあ、この弾壊さなくても、上がってきたら上がってきたで、45度で綺麗にはまれば一撃飛ばせますからね。さあ、来た来た。ちょっと回復。できれば、理想ではベルフィゴールスタートが一番嬉しい。あ、下行ったか。下に行っちゃったね。まあ、下に行ってもね、聞いた話によると、カルナって、この弱点の位置であればダメージがある程度入るらしいんですよ。ここ多分横、あー、まあ、いいや、横でいいや。回復がてら。ちょっと入れ番数。お、いいね。シェイクスピア。オッケーオッケー。いいね、今んとこすごい、なんだろう。そう、やっぱ混乱がないからか。だからビーラの一番、ビーラじゃない、カルナのね、一番の範囲多分、混乱状態で暴れ回って、味方全滅っていうのが多いと思うんで、それがないのは嬉しいな。ただ、ここがいつも貫通でやってるからな。難しいな。SS 使うのもありかな。リーラー16ターンで打てるんで、早めにやんないと、今電線切りか、今。同キャラ積んだことないからな。あー、マジか。撃つか、一発。これなら帰ってこれるでしょう。自強化入ってるし。オッケーオッケー。十分十分。ただ、ビーラね、キャラクターと見た目に反して攻撃力がすごい低いんで、あんまり火力稼げる気がしないんだよな。お、いいね。あ、でも削りはこんなもんか。まあ、吹っ飛ばしだしね。で、シェイクスピアが混乱してしまったか。やめてやめてやめて。これが嫌だから。おー、でも結果オーライ。そう、混乱で入れ番するともうどうしようもないからね。ついでに直してほしい。OK、直した。いいね。なんだかんだ結構削れてるね。順番おかしいけど。倒した倒した。OK。ただ、ベルフィゴーレで抜けるのは一番良くないか、順番で言うと。シェイクスピアの自強化、多分さっき言った感じだと自強化倍率高くはないですよね。本当に 1.1 倍とか 1.2 倍とか。1.2 もいってないか、あの感じだと。お、行っちゃって。あ、行っちゃった行っちゃった。いいね。助かる。で、ちっちゃくなったと。とりあえず状態、これはまれないかな。 2P だもんね、まだ 3P あるもんね。あ、 OKOK、 直した直した。直したじゃない、倒した。これ先倒しとくとね、やっぱ回復手段ができるのがでかい。もういいね。
もう下はベルフィゴールにお任せ。ああ、十分十分。いや、でも左目痛えな。倒していくか。できれば剣は取ってほしいんだけども。OK。これで 1P のビーラーは1枚だけワンパンマンでいけるでしょう。攻撃力低いんだよね、この子。異常なまでに。うん、仕事した仕事した。どっちか倒してくれよかったけど、あ、まあまあでも削ったから OK かな。ベルフィゴールほんと強いよね弱点なしでも倒せる。で 1P の強化されたビーラーが来るから、まあ、ワンパンでいけるでしょう。混乱も怖くないと。あーマジか、混乱も直してないし。あーまあ処理したからいいか。入れ歯さえしなきゃいい。そしてシェイクスピア見た目に反して攻撃クリティカルなんだ。ちょっと嬉しい。いいね、ちょっと削ってくれた。すごいね、混乱がないって本当にやりやすいな。多分これ入れないよね。まあまあまあ上々。お、ガイドが出てるね。やっぱ判定この上の傘のとこまで来てるんだね。届かないかな、届かないか。さあ混乱来たけど怖くない。先直すか。最悪ベルフィゴール打ちます、失敗した場合は。あ、そっか、これで終わりか。いや、ちょっと待って、マジで。いや、マジで。嘘だ、今 SS 打つべきだったんだ。でもすごいやりやすいことは分かりました。まさかボスに負けるか。打つべきだったな。まあ、なんかの参考になればと思います。次回ちゃんと勝とうと思います。すいませんでした、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。チャンネル登録はよろしいです、負けてますから。じゃあバイバイ。